はい、続いてはゲストコーナーになります。関さん引き続きよろしくお願いします。あのキュルキュルのサイトについてまずはお聞きしてもいいですか。はいはいはい。キュルキュルはですね、はい、女性ゴルファーを応援するサイトということで、うん、女性ゴルファー向けの、アパレルのネットショップと、はい、あとはイベント情報とかそういったものをサイトの方で提供してます。なるほど、はい、私ももうキュルキュルさんには昔からお世話になっていて、ありがとうございます。愛用してます。ありがとうございます。あの今なんていうの、このキュルキュルさんのサイトで、はい、一番推してるというか人気のブランドさんとかってあります？はい、そうですね、今こう伸びているというか注目というかされてるのが、はい、まあ、一番はジャック・バニーかなと。あ、ジャック・バニーさん、はい、かわいいですね、おしゃれで。あとはキャロウェイ・アパレルさん。あ、はいはいはい。まあ、この2ブランドに関しては多分サイズ展開も豊富だったり、はい、あとはいろんな他のブランドさんと組み合わせをしても、まあ、喧嘩しないようなデザインが多いとか、なるほど、まあ、そういうところで人気が伸びてきてるのかなというのがありますね。確かに私もキャロウェイはもうずっと使っていて、はい、確かに他のブランドさんのものとも合わせやすいですよね。そうですね。で、一番なぜキャロウェイのものを買ってるかというと、うん、本当に今おっしゃってたみたいにサイズ展開が広い、はい、そうなんです。私、ね、美穂ちゃんみたいに細い方だと、いやいやいや、どうしてもあのゴルフウェアってちょっとサイズ大きめにできてたりとか、まあ、動きやすさを求めてると思うので、はいはい、ちょっと余裕があるんですけど、はい、あのキャロウェイさんは幅広い層に本当に来ていただけるサイズ展開で、私も実はあの体が小さいのでキャロウェイさんは小さいサイズが豊富なので。豊富ですよね、はい、XS とかもすごく助かります、はい、助かります。え、はい、関さんちなみに身長はおいくつなんですか？その話はなしにしておきます。実は昨日健康診断を3年ぶりに受けてきまして、身長がですね4ミリ縮んでおりました。今 153.4 センチになってしまいました。 3.4 とか 3.8 だったんですね。そうなんです、はい、あ、それは大きな差ですよね。大きな差なんです。そうなんです。でも、ね、そんなミクロでも、はい、キャロウェイアパレルさんだとちょうどいいサイズが、なるほど、はい、ありますんで、はい、キャロウェイ可愛いですよね、はい。今もうこれから春、はい、新作とか出てくると思うんですけど、はいはい、もう出てきてるんですかね？出てきてます、だいたい2月の中旬、そうです、2週間ぐらい前からちょこちょこ、出てきまして、はい、3月に入れば、ラインナップはどんどん増えてくると思います。そうなんですね、はい、じゃあもうちょっと、あと1週間ちょっとでどん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 新しいウェアが増えてくるっていう感じです、はい、で今毎週土曜日に新作をアップしてるので、はい、まさに今日アップされます。今日だ、また追加されます。今日の何時とかってあるんですか？はい、夕方ですね。あ、夕方なんですね、はいはい、夕方じゃ要チェックですね。要チェックです。結構人気のブランドさんのものだとすぐ売り切れたりする、はい、しますよね。あります。しかもサイズとかサイズですね。なんかあ余ってはいるんだけど、はい、S サイズがないとか M サイズがないとか、はい、だからもう時間の戦いですよね。そうですね。本当にいいなと思ったら早めにご購入いただいた方が安全です。確かに、ちょっと私も今日チェックしなきゃいけないですね、はい、ぜひお願いします、はい、関さんが注目してるブランドとかってありますか？はいはい、そうですね、今注目してるブランド実は2つありまして、1つはジュン&ロペ。はいはいはい、ジュン&ロペは、ジュンっていうアパレルさんのブランド、はい、レディースであればロペとかロペピクニックとかで、はい、メンズであればジュンメンとかっていうブランド昔からある、このアパレルさんが出しているゴルフラインなんですけど、実はジュンさんが今年メンズもですね、おメンズラインも始めるんですよ。ジュンロペがメンズライン始める、はい、そうなんです。これめちゃくちゃ今いい情報聞きましたね。はい、もちろんペアで、まあ、同じような双子ちゃんとかペアコーデができたりとか、まあ、そういったものもありますし、はい、やっぱりあのアパレルさんの作るメンズラインもすごく形が綺麗で、あ、なるほど、はい、大注目のところです。ジュン&ロペさんは本当なんか上品で、はい、かつおしゃれですよね、はい、そうですね。しかもなんだろう、ま、ちょっとお値段も、はい、まあ、まあするんですけど、はい、なんだろう、もう着ててなんて言うんだろうな、なんて伝えればいいんだろうな、なんかね、気分がすごく上がるんですよ、はい、そう、あの女性らしさっていうところも絶対忘れてないですし、で流行りも抑えてますし、はい、かつ動きやすさもちゃんと求めていて、はいはい、すごくあのおしゃれにゴルフができるウェアだなって思ってます。本当そうですね、はい、ウェアで変わりますからね、はい、気分も、ね、ゴルフのプレーも、プレーも変わります。スコアもきっと変わってきますから、はい、特に女性はモチベーションでゴルフ変わるので本当にそうです。、はい、
いいですね。まあこれだってメンズも出たら確かにお揃いのものとかにして、はい、にそうですね、着てたらさらに楽しめますもんね。はい、そうですね。なのであのぜひ皆さんに注目していただきたいなと思っているのが、一つがジュワンドローペで、はい、もう一つはデルソルゴルフで、あ、申し訳、はいはい、デサントゴルフでした。はいはいはい、はい、デサントゴルフ、デサントゴルフさんですね。はい、あのシンプルなウェアのブランドさんですよね。はいはい、これはプロは渡辺彩香プロとかが着用されていて、あ、はいはい、あのシンプルで、まあ、スポーツブランドさんなんですごく機能性重視されてるんですね。なるほど。ただあのブランドの主張がすごく少ないので他のウェアとも合わせやすいっていうのがそれ大事ですよね。はい、私は一番いいところじゃないかなと思ってます。なんか私服もそうですけど、はい、やっぱりブランドブランドっていうのが出ちゃうと、はい、ちょっと、まあ、合わせにくいところありますもんね。はい、確かにシンプルなものだったら何でも合いますし、かっこよく決まりますよね。やっぱり2020東京オリンピックに向けて、はい、やっぱりデサントさんとスポーツとアスレジャーを取り合わせてるっていうところでは、また一つあのゴルフだけじゃないブランドとしてデサントさんは注目していきたいかなとも思ってます。なるほど、はい、デサントゴルフ、はい、ぜひ皆さん注目してみてください。はい、キュルキュルさん、はい、まあ、このラジオを聞いてる方でもしかしたら知らない方だったり、まあ、初心者の方もいらっしゃると思うんですけど、おすすめの見方、おすすめの購入の仕方とかってありますか？はい、そうですね、今、まあ、まあスマホで見られる方が多いと思うんですけども、はい、スマホでまあキュルキュルセレクトっていう形で、サイトに来ていただくとトップページに、はい、今旬コーデみたいな形でコーディネートの、いろんな例をサンプルを出してるページがあったり、 あとは初心者さんとかですね、ビギナーさん初めてラウンド行くよとかこれからのシーズン出ると思うんですけど、はいはい、その時に失敗しない初心者さん向けのガイドみたいなものも作ってますので、それすっごい大事、それを見ていただいて、はい、参考にしていただけるといいかなと思います。はい、私もその初心者さん用のガイドを見たんですけど、めちゃくちゃ分かりやすいんですよね。ありがとうございます。私も始めた時にそれを見てれば、うん、何を買ったらいいかとか、はい、どんなウェアを合わせたらいいかとかってすごい悩んだんですけど、はい、悩まずに済んだなっていう、はい、あのガイドはすごく勉強になりますし、なんか改めて今そのゴルフのことはまあまあ分かってるつもりですけど、改めて見て勉強するっていうのも大事かなと思いました。はい、そうですね。で、あとはあのまだラウンド慣れてない方と一緒に行くっていう先輩ゴルファーさんがもう一度それを見て、あ、こうやって教えてあげればいいんだなっていうのを、なるほど、はい、見ていただくっていうガイドにもなってるかなと思ってます。はい、ぜひチェックしてみてください。これからキュルキュルさん、まあ、春になっていろいろ新作も出てコンペとかイベントとかも増えてくるんじゃないのかなと思うんですけど、はい、ありますか？たくさん今準備しているイベントがございまして、先ほどご紹介した、まあ、男子プロゴルファーと交流できるイベント企画もそうなんですけれども、はい、まず3月に、男子プロと交流できるインドアのゴルフ女子会があって、はい、で4月には、おそらく初となるんですが、はい、ラルフローレンゴルフさんとタイアップでイベントをさせていただきます。すごい、はい、こちらは募集は3月から、はい、キュルキュルのサイト上で告知をさせていただきますので、それはラルフローレンさんのコンペとかってことですか？はいはい、そうです、コンペです。うわー、はい、なんかあれですね、行きたいっていう気持ちもありますし、はい、なんか上品な方たちがたくさん来るから、はい、なんかマナーとかいろいろ厳しいのかなとかいろいろ思うんですけど、全然あの本当にゴルフが大好きでラルフ好きな方に来ていただければと思います。はいはい、うわー、それすごいですね。はい、じゃあもう皆さんラルフローレンのゴルフのウェアを着て、はい、そうですね、ウェアを着ていただいてという形で参加いただくのが条件になるかなと。これ私今思ったんですけど、はい、やっぱコンペってなると商品あるじゃないですか。はいはい、ありますね。もしかしたらじゃあ、はい、ラルフローレンの何か関連した商品とかウェアがもらえる可能性があると。もちろんです。うわ、これはやばいですよ。私なんかは世代で、はい、多分高校生の頃とかにラルフのセーターを着て、はい、私もそうですなので、はい、多分ラルフローレンに馴染みのある方すごく多いと思うんですね。はい、なので、はい、一瞬名前を聞くだけであれドキッっていう方もいるんじゃないかなと。確かに、はい、結構そうですね。私も靴下とかセーターとかしょっちゅう着てましたね。はい、おそらくたくさん知ってる方が多いと思うので、はい、これは抽選になるので。そうですよね。はい、何名ぐらいの方が今回60名ですね。60名、はい、予定してます。はい、
それが3月から、3月から募集が始まります。キュルキュルのサイトさんで募集できる、ね、はい、募集開始になります。なるほど。それが4月のイベント で、はい、5月には、またその男子プロと交流できるプロアマとか、はい、男子トーナメントの観戦ツアーですね。そういったものも募集があります。すごいですね、はい、キュルキュルさんってそのウェアとかアイテムを購入するだけじゃなくて、はい、いろんなそういうイベントを、はい、の募集をしていたりとかそうですね、するんですね。キュルキュルはですね、はい、女性ゴルファーがゴルフを楽しく続けるためのサイトっていうコンセプトがあるので、ウェアを買うだけじゃなくてゴルフを続けるためにまあ上達したいとか、はい、あとはもう楽しくゴルフ場に行きたいっていう情報をたくさん提供してます。そうだからピックアップのコーナーにいろいろと情報載ってますもんね、はいはい、そうなんです。そういうため、はい、そういうことだったんですね。 なるほど、はい、あの女子会とかも開いてたりしますよね、はい、そうですね、ゴルフの、はい、やってます。これからもじゃあそういうイベントも、はい、そうですね、開く予定あるんですか。開く予定あります、はい、あれですよね、なんかちょっと関さんと前お話ししていて、はい、ゴルフのその女子会、はい、コンペとかになると一人で来る方もいらっしゃる。そうですね、多いです。多いんですね、はい、やっぱりゴルフというスポーツは男性が、ね、たくさん多いじゃないですか、はい、で周りに男性としかゴルフ行ったことがないっていう方が多くて、ゴルフ友達が欲しい。わかる、私も欲しい。誰か友達になってぜひ一人で参加いただいて確かに、はい、で一人で参加いただいた方には一人で参加いただいた方同士で組み合わせをしたりとか、はい、あ、なるほど、はい、じゃあ 4人だったら4人、はい、みんな一人だから、そうです、そうです、はい、なんか仲間外れになることもないっていう、はい、そこでお友達作っていただいて、はい、次のイベントの時には2人で参加されたりとか、本当にあそこで仲良くなって、そうなんです、帰りにあの一緒だった方が送っていただけることになりましたとか、いきなりそういう交流が深まったりするので、うわ、いいですね、はい、あれですか、やっぱり年齢とかもやっぱりちょっと合わせて、はい、そうですね、組み合わせは、はい、とかしてます。年齢とあと、まあ、スコアとか腕前とか、なるほど、まあ、そういったところは調整させていただいて、はい、楽しく一日過ごしていただける配慮を存分にさせていただいておりますので、うわ、前あれですよね、ジュン&ロペさん、はいはい、の、あのゴルフ場があるんですけど、はい、そこでも開催されたんですよね。そうですね、実は今年は6月に、お、はい、ジュン&ロペのイベントは聞いてみるもんですね、いろいろいつよって今すごい待ってました6月開催ですか、はい、6月に開催します。わ、なんかもう私も行きたいぐらい、ぜひ参加してください。何回かジュン&ロペクラブにお邪魔してるんですけど、はい、あそこがもうおしゃれで、はい、インスタ映えもしますし、そうですね、ご飯も美味しいですし、はい、しかもあのショップが売ってるところがあるじゃないですか、はい、そこもその豊富というか、そうですね、いろんなアイテムが販売されてるので、ね、はい、もうあそこ行ったらちょっとなんかね、他とちょっと比べてしまうところもありますよねそうですね、クラブハウス着いた時点でテンション上がるかな。そうなんですよ、はい、クラブハウス着いた時点でもう写真撮りたい、はいはい、そうですね、日本風な、そうですね、あのおしゃれな感じでいいですよね、はいはい、でその近くにはなんと私もすごくお世話になっている日光紅葉ゴルフリゾートもありますので、はいはい、そうですね、そうなんですよ、はい、あの日光紅葉ゴルフリゾートがあのもう少しでまた新しくいろいろと生まれ変わってね、綺麗になるので、はい、ぜひ皆さんチェックしてほしいですね、はい、あれなんですよ、今年からあの今でも紅葉樹っていうんですかね、紅葉する木がたくさんあって、はい、その秋とか綺麗なんですけど、はい、これから1000本ぐらい、すごいですね、また埋めてさらに綺麗になっていくの で多分、確定ではないかもしれないですけど、クラブハウスとかもさらに綺麗になって、皆さん、あの女子の皆さんも本当に楽しめるゴルフ場になると思うので、はい、本当に要チェックしてもらいたい。そしてソフトクリームが美味しい美味しかったです。そうなんです、美味しかったです。プレミアのソフトクリームをぜひ食べてほしいあのぜひね、もう日光もね、いろんなあの観光もしながらとか、ね、ゴルフもできたりするので、はい、楽しみですよね。はい、ということで、最後にですね、リスナーの皆さんに一言お願いしてもよろしいですか。はい、はい、これから、まあ、ゴルフのいいシーズンになってきますので、どんどんゴルフ場に行っていただいて、はい、まあ、おしゃれも、スコアも楽しんでいただきたいなと思います。はい、いいですね、はい、楽しくゴルフをすることが一番だと思うので、本当にそうです、はい、それが結構スコアとかにつながってきますもんね。はい、はい、ということで今日はキュルキュルゴルフライフ事業営業マネージャーの関香織さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。